可愛いもありがとうございます。今日はマイクしてる、ちょっとしてる。最近毎日メイク割としてるか。ごめんなさい、今日も早いよね。ちょっとね、早い時間からやっちゃいました。今日は普通にお話しするっていう感じです。なんか最近大富豪してて、普段の話とかもできなかったから、普段の話しようかなと思って、はい、お話ししましょう。まあ、ご飯待ちですね、私は夜ご飯待ちです。まだ食べてないんですけど、そう、久々のおしゃべり配信かなと。お腹空いてるよ。あ、今メール来た。メールで気づく方いるかな。ありがとうございます。こんばんは。あ、明日200回、本当に、あ、本当だ。明日200回なのか。明日ね、ちょっとね、朝配信になるかなと思うんですよ。だからどうしよう。お祝いしたかったけど、ちょっとね、できないかもしれない。かぶるんですよね、本当にかぶっちゃうんですよね。どんぐらいありがとうございます。朝からアイスは食べれないからさ、後日か、ご後日か、午後後日か、わかんないけど、ごめんなさい。100日の時もそうだったよね。全然なんか時間なくて、後に後になる。いや、今回はちゃんとやる、本当にやるから。次の土日、あー、うん、土日どっちかできると思う。さすがに土日はできると思う。わかんないけど、まだ。あ、みみき配信はですね、もう少しお待ちください。ちょっと予定はね、立ててるんですよ。何しようかってのをちょっと決めてて、のみきちゃんと決めてて、ちょっとまだ先になるかな、1ヶ月ぐらいは先になっちゃうかもしれないけど、ちょっと待っててください。今はできないんですよ。今はできない、あることがあるんです。あー、ごめんなさいリップ落としちゃった。やるんでね、絶対やるんで、決めてますので、何するかはお待ちください。気長に待って。お腹すいた。キャンディありがとうございます。ハロウィンではないね、ハロウィンでもない、
ハロウィンね、ハロウィン配信できたらいいな。皆さんはね、見ていただければ。耳まだ持ってるの？持ってますよ。あのね、入ってる、あのカゴ、カゴなんか入ってます。ハートありがとうございます。怒ってるから去年のつけようかな、懐かしいんで。去年の後ろに飾ってたやつもある、残ってるんですよ。ちゃんとあのそこにありますそこにある。それもつけてできたらいいなって思うけど、まあそういう日に限ってなんか大丈夫かな。騒がしい騒がしい。下が騒がしいそう、オーディションの時のやつです。そうそうそう。いや誰も来てない誰も来てない。なんかね、あの下がうるさかった。こんばんは。これはチョコちゃんじゃないよ、チョコちゃんじゃない。チョコはそんな褒めない、チロルです。そう、生誕グッズが皆さん今日までです。今日の23時59分までです。大丈夫、後悔しても遅いですからね、明日お揃いにしましょう皆さん。ぜひぜひぜひ。試験さんこんばんは。忘れてたとか言えない、よかった言って、忘れないで。ワンちゃんサイズ間違えました、大丈夫？間違えた？まあでかい分にはいいでしょ。大丈夫大丈夫大丈夫。忘れなく。私は大きいのをダボって切るのが好きなので、割とレッスン着とかダボって切る方が好きですね。いちごじゃないよ、いちごじゃない芋です。ありがとうございます。みーちゃんレッスン着で着るの？着るよもちろん、全然着る予定。こんばんは。ピンクの芋ですね。今日大富豪ね、ちょっとできるかな、わかんないんだよね。まだね、わかんないけど。
今日まだ1回も寝てないから、1回ぐらいは寝て。ポチりました、ありがとうございます。お揃い、お揃い。今なんだろう、ちょっと今携帯これだからまだわかんない。初見さんありがとうございます。絶対で生きて品川歩きますよ。本当ですか、本当に。寒いからね、上着着てください。歌唱力の放送は見る、え、今日なの、え、私、え、何で見れるの歌唱力のやつって。見れるかな、え、どこでも見れる感じ。ラジオもそうだ、ラジオも明日ですね。またお知らせメール送ります。あー、なんだっけ、スカパ、スカパ何 CS?TBS? CS 放送、 CS 放送、あー見れるやつかな、見れないやつかな。地上波じゃないのか、なんかあれですよね、別のやつですよね。どうなんだろう、私の家のあれがわからないけど、後で探してみる。入ってるかな、聞いてみる。ああ見れない、そんな最先端なの入ってるかな。今日はこその番組とこのショールームだけが楽しみ、ありがとうございます。めっちゃ長いんだ、え、でも見たい。だってさ、なかなかね、同期の子が歌ってるのが見れるってことでしょ。え、見れるかな、ちょっと確認してみる。それ以外だと見れる方法ないのかな。言うほど最先端ではない、いや、じゃあ、え、最先端じゃない、どうだろう、見れるか。ハートありがとうございます。こんばんは。ありがとうございます。見れるかな、9時50分ぐらい、了解。あとで終わったら速攻聞く聞いてみる。50カントありがとうございます。あ、199日、ありがとうございます。パチパチ、ありがとうございます。あ、待って、テロップ入れてなかった。テロップ入れる、
あと1日で200日です。明日楽しみだけど朝配信ピエン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 前夜祭、前夜祭です。あと166日で半分、半分じゃない全部1年経ちますね。今日は早く寝なきゃ。「朝石」かな、まだ確定か分からないけど。200日だから30分ぐらいやりたいなと思ってるんだけど、またメールでします。絶対メールします。夜ご飯はまだ食べてない。お腹すいた、お腹すいたです。今日はね、なんだろうね、分かんないけど、よいしょ。なんか何の話しようかな。言えるのにアイス買っちゃった。帰り道私もアイス買いました。今日チョコパイのやつ食べてないけど、多分ね食べるかな。今日は食べないかもしれないけど、チョコパイのやつずっと楽しみにしてて、そう昨日発売かな、違う一昨日発売かな、買いました。最近はね毎日柿を食べてて、1日1個食べてるんですよ柿。おばあちゃんが買ってくれて、柿大好きで、だから1日1個食べてる。あとね、あと2個、あと2個かな、2個で終わっちゃう買ってもらおう。さすがにもう日傘はしてない。ちょっとしなくなったね、割と。そんな昼間めっちゃ出かけることもないから。どんぐらいありがとうございます。あ、柿果物の果物、そう干し柿はね食べれない。なんか私は苦手でしたね。柿食べ過ぎると良くないんだよね、なんかテレビで見たことある、良くないって。まあ1日1個は多分いいと思う。2個3個は良くないかもしれないけど、柿味のアイスないかもね。確かにないかも。できてほしい。ありがとうございます。そういえばもまめ登録しました、ありがとうございます。ヨーグルトに柿、あ、入れたことないかも。え、3日間食べ過ぎて肌黄色くなるの？手は黄色くなるけどさ。
どうなんだろう、なんでか忘れちゃった。韓国のサーティワンアイスに柿あるの。日本はないかな。日本のサーティワンにはないかな。自分で剥くの、もちろん私しか食べない、あ、私しか食べなくはない。私が食べたいので自分で剥きます。果物に興味あるのが人がですね、ほぼいないんですよ私の家。なんかあったらお母さん食べるしみたいな。お姉ちゃんは全然食べないし、まあ、お父さんも食べないし、私しか食べないんです。今大学から帰ってきました。お疲れ様です。お疲れ様です。ハートありがとうございます。梨ジュースあるのに柿ジュースないよね。確かに、確かにないかも。誰か作ってください。私飲みます。あっつって、柿美味しいよね。この前柿食べてたよね、朝、朝配信の時。ガリガリ君ありそう。確かに確かに。あ、ガリガリ君の乳酸菌味を最近食べました。乳酸菌味、違う、乳酸菌味じゃない、乳酸菌飲料味を食べました。美味しかった。でもやっぱ梨が一番美味しいかな。皆さん何、柿の木なあるの？すごいね。私になんか待てないから、柿8年なんて待てないから、あの買っちゃう。うん、あ、確かに香りはそんなないかもね、柿の。すごいね、みんな家にあるの？無理じゃない？ 8 年待つなんてさ。私8年後って言ったら25ですよ25だよ、やばい。25のためにやっておく。でも25になったら多分めっちゃ嬉しいんだと思う。25の自分はめっちゃ喜んでんのが見えるんだけど、さすがに待てないよね。8年前の自分、10歳ぐらいの自分がちょっと植えね、あ、9歳かぐらいの自分がちょっと植えてたらね、今美味しく食べれたんですけど。いや、若いとかじゃなくてね、8年待つってのが大変な大変じゃないですか。義務教育ぐらいです。なんか私6年とか7年とか、なんかそういうの聞くとなんか義務教育に換算しちゃう。なんか6年間なんとかやってたんですよって言われて、小学校分やってたんだとか思っちゃう。わかるわかる。だから8年って言われたら、あー、小1から中2までかみたいな思う。9年って言われたら、義務教育全部終了したやんみたいなって思っちゃう。こんばんは、しけんさん。わかる、わかるよね、わかるよね。なんかそうやって思ったら6年めっちゃ長って思う。でいつもね考えちゃう。だから SKE は12周年を迎えましたってなったら、小学校を2回やってるってことで、かなり長いじゃないですか。小学生を2回やるんですよ。
長いなって思いますね。か、まあ、小学1年生から高3って考えたらめっちゃ長いなって思います。ね、学校で解いたらすごい長く感じません？小中高を繰り返1年だって、私が私まだ高3だからもうちょっとでって感じか。で、なんか生まれ12歳までって考えてちょっとよく分かんないけど、この小1から高3ってこの考え方が私は長く感じますね、どんなことでって思っちゃう。っていうお話でした。考えたことなかった？なんかそう考えると長く感じますよね。12年って。私はよくこの考え方をして生きてます。何でも何周年って聞くと何年とか。12年だと一回り、もうそれちょっと想像しづらいな。こんばんは、こんばんは。だから私が小1ぐらいの時にスケールができたってことですよね。そういうことだよね。私高3だから、私高3なんですか？なんか自分で高3ってあまり思わないんですけど、この前中3だった気がする。中3の記憶がすごい長い気がするな。なんか羽見つけた。羽。花のセブンティーンも終わっちゃいますね。中3の思い出、多分受験とかだと思う。受験とか部活が終わるとかね、後輩がいっぱいいたって。なんか自分の部活の後輩の子が今高1って思うとびっくりしますね。すごいなんかちっちゃい子とかいたんですよ。そうそうそう、本当になんか小学生、ほぼ小学生みたいな感じの子もいたからって思って。まあまあ、永遠の17歳ってない？永遠の17歳しますか？18歳だって今年のね。そうそうそう、今年のケーキをね決めました。まだ言わないけど、あのこの前なんかちょっと話してて、お母さん今年のケーキどうしようと思って、であのホームページ見に行って、あ、これにしようと思って決めました。もう決めちゃった。
まだ1ヶ月以上あるのにケーキ決めちゃった。誕生日ケーキ、あ、違う、まだ予約はしてないよ予約してない、これにしようってだけ決めた。さすがに予約早いよね。いつですかってさ、12月2日でお願いしますとか言って、いやもうちょっと後でいいよってなっちゃうね。誕生日は12月2日です。覚えやすいのかな、覚えにくいのかな。ドラミちゃんと一緒です。覚えにくい、覚えやすい、覚えにくいか。皆さんならはきっとわかるはず。あ、柿のケーキはね聞いたことあります。柿のケーキじゃないけど、気が変わるかもしれないんだけどね、今のところはそれがいいなと思って。写真送りますね、食べたら。去年の誕生日もめちゃめちゃ覚えてる、めっちゃ覚えてる。だから1年経つのめっちゃ早いなって思いますね。配信では食べないかな、家族みんなと食べるか。感想だけ言いますね配信で感想だけ、写真も撮ります。私の大好きなケーキです。あ、生誕ティーありがとうございます。年すればどんどん1年は加速するよ、これはマジマジでも私も思います。自分で年々加速してる気がする。皆さんも一緒にケーキ食べましょう、一緒にお祝いしてください。もちろんモバメで写真送りますね。生誕ティーあと1時間、あと1時間もうちょっとあるくない？誕生日配信ね、できますように。ヘタティングながらケーキ食べます。あー嬉しい嬉しい。ね、ピオリン結局食べれてないよね、なんか全然多分免疫にしか売ってないから全然免疫いかないし、なかなか食べれない。今何分ですか、何分だったんだ。生誕で生きて、あ、いいねいいねいいね。あ、まあそのまでに届く、あ、届くか。あ、7時7分、ありがとうございます。ちょっと今日は短めにしようかな、早く寝なきゃ。お腹も空いたね、確かに。生誕で生きてビオリン食べる、いいね。私もちょっと買いに行きたいな。でもさ、名古屋まで行くのめんどくさいねめんどくさいって思っちゃう。
多分もうご飯できたね。よし、じゃあご飯食べてきます。ではではでは、ランキングを目録して終わりたいと思います。13位、ありがとうございます。12位、ありがとうございます。11位、ありがとうございます。10位、ありがとうございます。9位、ありがとうございます。8位、ありがとうございます。7位、ありがとうございます。6位、ありがとうございます。5位、ありがとうございます。4位、ありがとうございます。3位、ありがとうございます。2位、ありがとうございます。1位、ありがとうございます。ありがとうございました。いや、最後に生誕 T シャツ、今日までです。 T シャツとトートバッグ、ぜひぜひ皆さんお揃いにしましょう。はい、では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 、私は夜ご飯食べてきます。食べ過ぎないように気をつけます。大富豪ん、ちょっとだけでもできたらいいな。では皆さん、また明日お会いしましょう。今来た、終わっちゃう、ごめんね。じゃあバイバーイ、また明日、バイバーイ。200回でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。ありがとうございました。